ダニーロ・ダンブロージオは、イタリア・ナポリ出身のサッカー選手。セリエイン・テルミラの所属。ポジションは DF。イタリア代表。双子のダリオ・ダンブロージオもサッカー選手。サレルニターナ・ナカルチョのユース出身。2005年、クラブの財政難により、アッコフ・フィオレンティーナのユースに移籍。2007年までフィオレンティーナのプリマベーラに所属していたが、2008年6月にダンブロージオの 共同保有権がポテンツァカルチョに譲渡された。2008年7月、レガプロの SSU ベスタビアが共同保有権を獲得。1年目からレギュラーの座を確保し、2年目は主に右サイドハーフとしてプレーした。2010年1月、トリノ FC が共同保有権を取得し、1月16日の US グロッセト戦でセリエ B 初出場。 2010から11シーズン、フランコ・レルダ新監督の下で、レギュラーに抜擢される。2010年12月にトリノと、新たに2014年まで契約をしたものの、自身の低調なパフォーマンスとチームのプレイオフを逃す成績により、批判を浴びた。2011から12シーズンは、新監督に就任した、ジャンピエ・ロ・ベントゥーラに評価され、マッテオ・ダルミアンと共に、 右サイドバックとしてプレー26試合3得点を記録し、トリノのセリエ A 昇進に貢献した。2012年8月26日の AC シエナ戦でセリエ A 初出場を果たし、9月30日のアタランタビー C 戦でセリエ A 初ゴールを決めた。翌2013から14シーズンは左サイドバックとして起用され、自身のユーティリティ性を発揮した。 2014年1月30日、150万ユーロの移籍金でインテル・ミラノに移籍契約期間は2018年6月まで。2013から14シーズン後半戦には、ワルテル・マッツ・ァーリー監督が採用する3から5から2の右 WB として、ジョナタンとポジションを争った。2014年11月に、ロベルト・マンチーニが新監督に就任すると、 ベンチに座ることが増えたが、左右の SB をこなせる点が評価されて、構想に入り、最終的に23試合に出場した。2017年3月28日に行われた、オランダとの親善試合で、イタリア代表デビューを果たした。左右両、サイドバックをこなすことができる、ユーティリティープレイヤー。緊急時には、センターバックとしてもプレーすることができる。ありがとうございます。